はい、どうも、コウスケです。ミラです。フジです。キョウです。おー、フレッシュだね。さあ、今回はですね、はい、こちら、マヨジ見てください。見るね。まあ、前からちょっと僕ね、はい、みんなでちょっと料理してみたいなと。お料理ね。で、こんなものにしてます、はい、今時、うん、パンケーキが流行ってるらしくて、古いパンケーキの上になんかホイップいっぱいバーって乗っかって、うん、イチゴとあーってこうあるじゃん。3、4年前からあるんです。あれがやりたくて、うん、だけどさ、ちょっとさ、原宿とかの店に入るのちょっとどうですか。別に、そう、別に、ね、いけるように入るけど、いいじゃん。てか、これ作るぐらいなら行くわ。じゃあ、やめるか。で、はい、なんですね、僕が、まあちょっと独断の偏見で今日は買ってきました。そうだね、材料ね、パンケーキ材料。で、まあいろいろベーキングパウダーから作るパターンもあるんですけど、はい、まあ僕らにも簡単でもできるということで、まあ、ホットケーキミックス。ボールは、ボールがこの家にあると思うか。ないよ。もう買ったべよ、お前。ああ、売った。おい。粉糖を使ったデコレーション、美味しくって人気も集。うめえ。うまい。このヘタを入れまーす。下手なことしちゃいけませんね。まさかお前イチゴ食ったんじゃねえだろ。まさかイチゴ食ったんじゃねえだろ。まさかお前イチゴそれ全部使うぞ。まさかちょっと待って。え、証拠あるんですか。こんな料理、こんな料理の仕方あんのかな。本当だよ、まあ、めっちゃ飛んでる。やべえやべえ、俺の部屋が汚れるんだけど。しょうがないじゃん。ちょっとストップ、マジ熱していい。あっちってやってくんね。今日計量カップある。計量カップ、ね、作ってくるわ、うん、男はね、うん、測らなくていいんだよ。あー、なるほどなるほど。これだろ。あー、アバウトだね。でも麻薬じゃん。デブだけど、これ見てください。これどうですか。これん、甘く煮たイチゴ、これだいぶほら濃くない。で、これを、今から3時間冷やします。3時間やったな、お前。お前やったな。こっからいよいよ、はい、パンケーキを焼くことになります。行きましょう。まあ、普段のね、ホットケーキと違うのはヨーグルトが加えててより美味しくなってるということで、はい、じゃあそれでは、じゃあ焼き係誰にしますか。誰焼き入れる。難しいなぁ。わ、入れる瞬間にコウスケがいない。コウスケ怒るぞ。あいつ怒るぞ。勝手に入れてんじゃねえよって言ってくるぞ。絶対怒るぞ。もっとふっくらす。もっと怒るぞ怒るぞ。勝手に入れてんじゃねえよって絶対言うぞ。お前勝手に入れてんじゃねえよ。俺のタイミングで。なんか全部カッパチでいたわ。俺ら何にもいないな。いや、この動画見ることによって、うん、他の料理動画上げてる人はすげえと、うん、いうことで。でもさ、調理器具がまずさ、調理器具が揃ってないっていう時点で料理はできない。早いって早いって。いやいや、どれぐらいかかる。めっちゃ責められてんじゃん。めっちゃ責められてんじゃん。大丈夫ですよ。いいね、いいね。じゃあ見てよ、ちょっとね。牛乳でも飲みながら。いや、早いってよ。まだ早いっしょ。すいません。これいいんじゃない。すいません。これね。そう、早いっすよ。すいません。次のがいい。いつやるの。今でしょ。おい、おい、おい、言ったじゃん。今言ったじゃん。おい、おい、マジでそんな料理見たことないぞ。大胆。いや、いや、いや、まだ早い。そうか。一応焼きそば。ほら。おお。ほら。いいね。生地ゆるっす。クレープじゃんか。待って、でもクレープじゃねえの。生地ゆる。あれクレープ作るね、これ。クレープでいいんじゃない。うん、薄く切ってさ、ペラッとやって巻こうよ、生クリーム一部。あ、いいね。補足してる。補足だ。あ、いい。ちょっと待って。あ、読んだんだよ。読んだよ。読んだ
さんの一枚の厚さになるよすごい、そのグラデーションパンケーキすごいね。あーいいね、いい感じの盛り付け。あーいいよ、はい、だいぶいいじゃんこれが、おお美味しそう。こんなの本当はもうちょっとね、分厚く作りたかった、ね、あ、いや、これ皆さん見てるのとは実際見たら結構厚いよね。そうだね、うん、みんなが動画で見てるより実際見た方が薄いから薄っ、本当に一枚の、おいでもさ、ヨーグルト言い過ぎじゃない？ヨーグルトに言うしね本当だよ、順番大事、順番大事。5段目、5段目、はいはいはい、そして6段目、6段目もう冷たい、9段あ、そして夢の9段。じゃあ一回ホットプレート避けましょうか、はい、盛り付けに入ろう、盛り付けに。10段パンケーキですね。俺どうこれ、もうぽいんじゃない、だいぶはっはっ、あー、大胆に。じゃあ、おしゃれに行かせていただきます、うん、うわ、やべえ急に刺してくるの、急にパティシエ並みのこだわり持つなよあらー、あー、いいね。あれ、これいいじゃん、でしょ、パンケーキ完成。いいじゃん、見えない、なんかこれいくらぐらい、いくら値段つけるのはいくら、1300円じゃない。お、うん、お、いいですね、ね、平さんは。いや、うん、俺も1000円ぐらいかな、うん、うん、キヨは290円。安いそれじゃあ、飲むな乾杯するんだろ、どう食べよう、切って食べて、切って食べていいの、切ってじゃあ大胆にここに、うわーいいね、わーいいね、あーすごい、男男男男、食べていいですか、食べていいですか、はい、すいません、男の食い、男の食い、男の食い、すごいね今の食レポ来ないよお前一生男の食事だったから品がねえな、食い方がこの丼物食ってるみたいな男の食い方だったよ、もうガバッといったすごい、安っガーンと、で素直な感想言っていい、うん、超うまい、本当に、本当マジで、やったぜ、ヤバッと食いた、じゃあちょっと富士、じゃあね、あの品があるね、あーそうやってね、でも最後にね、はいはいはい、うん、なんかちょっと可愛い、可愛い、可愛い、ちょっと女子会じゃねえ、でもこれ女子会で手でやってる、あ、そっかそっか、女子会でやってるな、女子会でやってるな、女子会がってや、先に言ってくんない、え、それだったら食べ方気をつけないんです、いやそうだよ、どう、どう、女子会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 、そしたら、ね、宮田、このお店の生地やみつきになりそう、ほら意外と本当に生地がね、すごいもちもちだもん、あ、すごい、これヨーグルトか、それはヨーグルトのおかげだと思う、わー普通のミックスだよ、女子だ、女子だ、女子だ、はい、大丈夫、え、マジですごいな、すげー、捕食、捕食じゃん、捕食、口も捕食だった、捕食、グワッていったから、どう？うん、うん、うん、とても美味しかった、とても美味しかった、はい、いただきます、バカ、じゃあコウスケさん、いただきます、わー、女子っぽい、女子っぽいね、どう、どう、美味しい、美味しい、美味しい、どう、あ、うまっ、え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 、おかしいだけど、コウスケちゃん、わ、終えてさあ、ということでですね、皆さんいかがでしたでしょうか、本当男食い、まあですね、まあこんな感じでまたね、楽しかったよ、楽しかった、でも初めての料理動画で、そうそうそう、初めての料理動画、女子の食べるものってまだまだいっぱいありますから、全部女子シリーズやりますよ、全部女子シリーズ、だって次はあのチョコフォンデュやろうとしてるから、そう、美味しいんで、うん、まい、うん、美味しい、いちご美味しい、まるでいちごや、どうもどうも
今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録よろっぷ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない分なんだけど、そのね、矢印の横にある URL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ、俺の肘とかもな肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。